はい、こんにちは、116インズです。今日 MLB は来季から適用されるルール変更に関して投票を行い、来季からの導入が正式に決定しました。具体的には守備シフトの規制、それからピッチタイマーの導入、さらにはベースの大型化、以前から話としては出ていたルール変更が今回正式に導入される運びとなりました。オフの CBA 交渉中からこのあたりのルール変更に関しては議論がありまして、新しく結ばれた CBA では MLB が45日前の通達でこういったルール変更も可能となったことから、ほぼ間違いなく導入されるだろうとは予想されていましたので、ついに来たかと。一番見た目上の影響が大きいのはおそらく守備シフトの規制で、現代の MLB はもうほぼどのチームもバッターの打球傾向を分析して、場合によっては極端なシフトを敷くのがもはや当たり前となっているわけですが、来季からは見られなくなると。今回はルール変更が与える影響を自分なりに考えてみたいなと思っています。今回正式に導入が決まったルール変更がご覧の通りです。守備シフトの規制については、具体的には投球時に内野手は2塁ベースを挟んで2人ずつしか配置することができず、また内野手は両足を必ず内野に置く必要が生じます。なので例えば1、2塁間に3人の内野手を置いたりですとか、あるいは内野の選手を本来は外野手が守るような位置に置いて外野4人シフトを敷くみたいなことは今後はできなくなると。続いてピッチタイマーの導入については、ピッチャーが何秒以内に次の投球動作に入らなければならないかを決めるもので、ランナーなしの場合は15秒、ランナーが1人でもいる場合は20秒以内にピッチャーは投球動作に今後入る必要があります。これに関連してピッチャーは牽制を含めプレートを外せるのが最大2回までになったり、打者に関してもタイマーが残り8秒となるまでに打席に入って準備が完了している必要があったり、打者が打席中に取れるタイムは1回までになったりと、試合のスピードアップを目的に結構この辺はいろいろと変わりますね。最後のベースの大型化については、これまで15インチ四方だったベースが18インチ四方のものに変わると。これによって特にファーストベース付近でファーストの選手と打者走者が交錯して怪我をするといったことをある程度予防できそうですし、またベースの大型化に伴って塁間がわずかに短縮となるため、牽制制限と合わせて盗塁を増やす動機づけも与えるルール変更となっています。まずはシフト規制の影響から見ていきますが、シフトが一番効果を発揮するのがゴロでアウトを増やすことだと思いますので、比較的シフトを敷かれやすく、かつインプレーのゴロの打率が低い選手を調べてみました。ブルワーズのラウディ・テレーズがシフト時のゴロが最もヒットになっておらず、打率1割3分8厘、続いてレンジャーズのコーリー・シーガーが1割4分3厘、フィリーズのカイル・シュワーバーが1割5分5厘と続きます。印象としては左のフルヒッターが多いかなという感じで、こういった選手たちには通常 1,2 塁間に内野手を3人置きつつ、外野浅めの位置までセカンドを下げてヒットコースを潰すシフトが主流だと思いますので、シフト規制による多少の打率の改善に期待はできそうかなと。少なくともこれまでよりもいい当たりのゴロが抜けやすくはなるでしょう。状況によってシフトを破ろうと考えたりせず、自分のバッティングに集中できる見えない点においても、もしかしたら心理的にプラスの影響を与えたりするかもしれませんね。ヨルダン・アルバレスとか現時点でもなかなかハイアベレージなのに、シフト規制でいよいよ止められなくなるんじゃないかと思ったりもしました。また今年の成績だけならシーガーがかなり恩恵を受けるんじゃないのかなと。シーガーは通算打率が2割8分8厘ながらも、今季はここまでキャリア最低の打率2割4分5厘にとどまっているんですが、その理由の一つにシフトをかなり敷かれやすくなっている点もあると思うんですよね。全打席のうち相手チームが彼の打席でシフトを敷いてきた割合が 93.3% と、シーガーのキャリアで最も高くなっていますし、また非シフト時の BABIP1 割9分4厘はキャリアで最も低いと。これはゴロを打った時に関しても同様です。今年のシーガーはフライを増やしてどうにかシフトの影響を受けにくくしようとはしていて、ホームランも29本とすでにキャリアハイを更新してはいますが、打率が思ったよりも伸びていない理由としては、やっぱりシフトにかなりハマっているのはあるでしょう。シフトの規制によってこれまで損していたヒットをいくらか拾えるようになるでしょうから、ドジャース時代のように打率2割9分から3割くらい狙えるバッターにまた戻る可能性はあるんじゃないのかなと、レンジャーズとしてもそこには期待したいところですね。続いて守る側の影響も見ていきたいと思いますが、やはりシフトをよく使うチームに関してはこれまでとは違う対応が必要となってきそうですかね。ブルージェイズがシフトの割合 54.5% と MLB では最も高く、ドジャース、アストロズが続きますが、シフトをよく使う上位10チームのシフト有無別にインプレーのゴロの打率を調べてみました。基本的にはシフトを使っているケースの方がアウトにはできていると。もちろんシフトなしのケースでは、そもそも打球傾向があまりはっきりしていない、フィールド全体を使えるバッター相手の打席が多いと思いますので、打率が高くなりやすいという側面はあると思うんですが、極端なシフトが使えなくなる影響はありそうですかね。
アスレチックで守れる選手を全体的に増やしてアウトにできる範囲を広げることで対応するのか、そもそも前に飛ばさなければ悩む必要はないと考えて投手陣の奪三振を増やす方向で対応するのか、各チームが守備側で今回のルール変更にどのように対応してくるかも注目してみると面白そうかもしれませんね。では次、ピッチタイマーの影響です。ベースボールサバントにはピッチテンポと呼ばれるデータがあり、これから MLB で導入されるピッチタイマーと計測方法は少し異なるんですが、投球間にかかる時間のデータがありますので、これを持ってきてみました。ピッチャーではブレイブスのケンリー・ジャンセンがランナーいないケースで投球間 26.1 秒かかっていまして、これが今 MLB で最も長く、バッターではアストロズのクリスチャン・バスケスが同様にランナーいないケースで 22.8 秒。投手野手問わず投球間の準備にじっくり時間をかける選手は今回のピッチタイマーの導入に来季からアジャストしなければなりませんが、ただここに関しては今年のオフと来年のスプリングトレーニングを使って準備できますので、選手のパフォーマンスにそこまで影響を与えることはないんじゃないかと思っていますが、どうでしょうか。個人的には選手たちがどのようにして今のルーティーンを変えるのかが気になっていまして、例えばマリナーズのディエゴ・カスティーヨなんかは投球間にグラブをはめ直して帽子を直し、最後につま先をトントンとしてようやく次の投球動作に入るんですが、こういった各選手にあるある種の決まった動作のどの辺を削ってスピードアップを図っていくのかは気になるところです。最後、ベースの大型化についてですが、怪我の予防につながる点はいいですよね。マイナーでもベース付近の怪我が 13.5% 減少したというデータもあるようで、これはいいんじゃないのかなと。マリナーズファンならよく覚えていると思いますが、6月にタイフランスとアスレチックスのシェルドン・ノイジーが交錯してフランスが IL 行きとなる出来事ありましたが、ベースが大きくなればこういったプレーで選手がぶつかることは今後減っていくことでしょう。選手の試合中の怪我なんて一番見たくないですからね。またもう一つ期待されている塁間が短くなることによる効果ですが、牽制が最大2回まで、さらにピッチタイマーの導入である程度いつ投げ始めるかが読みやすくなる点も含めて、さすがに盗塁は増えそうですかね。マネーボール以降盗塁の重要性は下がる一方でしたが、その流れも多少は変わりそう。ロイヤルズのようにアスレチックな選手を重視しているチームには朗報で、スピード野球の復権につながるかもしれません。これはこれで楽しみではあります。ということで、来季からのルール変更の影響を考えてみましたが、一つ言えることとしては最近の野球から少し変化が生まれそうな点ですかね。シフトの規制で去年までだったらヒットだったのに、あるいはアウトだったのにと思うシーンも出てきそうですし、試合のテンポが改善することでこんなに試合早く終わるんかと驚くこともきっとあるんじゃないのかなと。まあ個人的には以前の動画でも言ったように、必ずしもシフトの規制とピッチタイマーの導入については賛成の立場ではないんですが、ただこれで新しいファンが呼び込めるのであればエンタメとしては成功ですし、それで球界の発展につながるのであれば良いので、こういった策が効果を発揮することに期待したいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。